みなさんこんにちは無理やりです <laughs> はい突然ですがみなさんこういうことってありますかまじまーしああ,あ,あマジでマジだあマジでおめでとうえマジおめでとうえ本当にえマジおめでとうおめでとうじゃんえ明日結構急だねおめでとうでもおめでとう 6時入りか衣装ねえな突然舞い降りてきたパーティー突然舞い降りてきた仕事どれもすごく嬉しいんですけど準備が整ってないときって結構ありますよねで最悪な場合ってかもう最悪な状態こういうときもあるんですどこやったっけなえまずあった 食べ洗濯用品でしょえちょっと待ってえちょっと待ってアイロン捨てたわ、まあ、やったわあんな子アイロン入ってるわあマジかアイロンやったわ私の家ねその最悪な状況になってしまったんですよあのー、アイロンがねまさかの引っ越し作業の時に捨ててしまったっていうなぜかいるものいらないものみたいな感じの箱の方の いらない方みたいな方にちっちゃいコンパクトなアイロンがあったんですスチームアイロンがあったんですけどそれがあのー、見事に見事にって感じになっちゃっててね見事にアイロンがなくってでですよほんでこの問題のこちら。でって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 。 すごくシワシワもう本当に衣装で着なきゃいけないっていう時だからどうしようと思ってたのねでいろいろネットで検索してたら見つけたんですよでアイロンがなくてもあのー、スチーム効果が発せる場所が家に1個あるんですでそれを今日試してみようかなと思ってやってみたいと思います はこういう突っ張り棒とかをやってこのお風呂にバーンってなっちゃうから熱、ね、煙っちゃうんですけどこのスチームになったところにかけて30分から1時間待つだけです。はい、ということでまだ乾ききってないのでちょっとシワっぽくなってはいるんですけど一番ここが分かりやすいかもしれないこ,のこれが本来の折り目なんですね。 これが今伸びてる感じなのでここに多分あのドライヤーとかを当てて乾かせばまっすぐになるらしい。ということでちょっとね乾かさないと何とも言えないんだけどでもお風呂でもあの浴室乾燥機とかあったらいいのかもしれないねうちないからあれなんですけどお風呂でもできました、はい。ということで衣装として。 来たい時とかあのいろいろねあると思うんですけど皆さん是非浴室スチームナチュラルスチーム天然スチーム <laughs> 使ってみてくださいはいということで今日もご視聴ありがとうございましたあの成功してんのかよって感じなんですけどあの一応ねあそこに今かけてあるんだけどちょっと奥にねかけたんだけど見る感じはあの成功はしてるんですけど画面にね映すとやっぱりまだね ああの塩シワ感はあるかなと思ったりもしますでも、あのー、なんてうのアイロンかけた感はあるなんとなくねなんともなくあるので履いてみるとまた違うのかもしれないので皆さんよかったらやってみてください。あのスチームがもっとかかってるお風呂とかだったらねこうお風呂入った後とかだったらもっとさモコモコってなんか蒸気がなってたりするからもっと早い段階で あのそんなに時間を置かずにできたのかなと思うんですけど私1時間ぐらい置いてたのでちょっとなんか今ビショってなっちゃってて <laughs> かっ乾かす時間が今増えちゃってるだけなんですけどすごくうまくできるとめっちゃいいあのー、あなうんですかスチームアイロンみたいになるみたいなので皆さんもぜひやってみてくださいそしてチャンネル登録ボタンこちらにご用意しておきますそして過去の動画はこちらにご用意しておきますはいということで盛り上がりでしたバイバーイ